はい、レオンです。今回もね、メルカリで購入したこの 41mm クリアケースファイルフィルム Apple Watch シリーズ8の開封&承認紹介やってみたいと思います。こちら400円で購入できましたね。値段交渉してちょっと値段下げたんで、これクリア TPU カバーですね、 41mm。あとヤフーフリマでもね、2つぐらい購入してるんだけど、今発送されてまだ届いてないんでね、メルカリの方を先に買って、後から買ってるからね、ヤフーフリマの方は。こういう感じで、これね、フィルムを2枚付属されてるんですよ。めっちゃお得なんで、ソフトクリーンプロテクター、こういうセット内容になってるんでね、早速ちょっと紹介するんで、これも昨日だったかな、届いたの。これなんだけど、本当お得ですよね。これカバーだけでも400円でもまだ安いんだけど、普通ね、フィルムもセットでついてるからね、めっちゃいいですね。お得感満載なんで、今日これだけだな、動画撮るの。もうちょっと時間オーバーなんで、時間がねえんで、まずはカバーですね。あ、カバー後で紹介しようか。これがなんか取説みたいなやつが入ってるんだけど、こうやってボレー状のなんか二次元コードですかね、こうやって。あとフィルムもついてるから 2枚だから、1枚につきこのウェットとドライが入ってるんで、でこのホコリ取りシールの2枚、ダストシールですね、ゴミ取りシール、これガイドステッカーっていうの貼るやつですね、あの貼り付けしやすいようにあれなってるんで、これがフィルム。これですね。これやり方がちょっとわからんけど、これは全体的に覆うやつじゃないな。あの、よかった。これなんかこうなんか取れそうになってるね。普通の全部あのコーナーまであの覆うようになってるやつなんだけど、普通はね、あのベゼルのあれよりはこの方がいいんで。全部じゃないんでね、この画面ベゼルから内側覆えばいいんで、こうやって。ただこれ貼るときにね、この YouTube でちょっと動画調べてからだな。これ真珠ものあれとファイル、あのフィルター、あのフィルム貼るの一緒じゃないかな、これと。なんか似てるんでね。これは今日ちょっと貼れないから、もう時間ないから。明日ちょっと貼ろうかなと思ってね、ちょっとカバー、ちょっとこちらですね、これこうやってちょっとはめてみるんで、これはこうやって、あ、合うね。ちょっとなんかおかしいな、なんかずれてるな、ここがスピーカー、ここなんだけどなんか変だな、なんでやろ、なんか合ってねえな、あ、なんか穴の位置が違うね。これスピーカーのこの本体は下に来てるんだけど、これなんかちょっと上になってますよね、真ん中に。
ちょっと大丈夫と思うけどね。41ミリなのかな、合うけどね。ただ穴が合ってないんですよ、このスピーカーが。なんかきついんですよ。またちょっとこれなんでやろう。なんか効かなくなってる。なんかおかしいね。なんでだろう。ボタンも全然できなくなってる。あ、できた。じゃあできるんだけど、なんかねおかしいね。押しにくいっすね。なんかなんでだろう、分からんけど、まあ、こういう感じで。おかしいね。なんでか知らんが。ちょっとなんかきついんだよな。でもなんか、なんかね、こうなってるでしょ、ちょっとずれてるでしょ、ここが。でだろうな、合ってないね。なんかこれ41ミリかな、本当に。一応入るからね。大丈夫と思うんだけど、こういう感じだな。こういう感じで。フードも入ってるからね、よかったよ。今回ね、こちらですね、メルカリで購入した 41mm クリアケース TPU ケース、フィルム2枚セットの開封&商品紹介ね、やってみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。フィルム次貼るんで、明日多分貼ると思うんで、はい、消えた。はい、失礼します。